トルシー公、ジャンバティスト・コルベールトルシー公、ジャンバティスト・コルベールは、ブルボン朝フランスの政治家、外交官。フランス王ルイ14世に仕え治世後期の外交を担当した。外務大臣、シャルル・コルベール・ド・クロワシーの子で、財務総監、ジャンバティスト・コルベールは叔父、同盟の海軍大臣セニュレ公はいとこにあたる。1689年から外務省に勤務するようになり、父が没した1696年に外務大臣となり妻の父で、元外相のシモン・アルノード・ポンポンヌと共に、大同盟戦争の終戦交渉を行い1697年のレースウェイク条約締結に尽力、1698年に駐仏大使のポートランド伯、ウィリアム・ベンティンクに接触して、スペインをカルロス2世死後の領土分割条約を1700年にイングランドと締結した。しかし、カルロス2世は条約を受け入れず同年に、ルイ14世の孫フィリップに領土の一括相続を明言して死去、フェリペ5世がすべてのスペイン領を相続したことに反発した諸国がフランスと交戦、スペイン継承戦争が勃発した。戦争でフランスが劣勢になり、1709年に同盟国と和睦交渉を行い、交渉が決裂した後は、イギリス野党のトーリー党指導者のロバート・ハーレーらと秘密交渉を行い、1710年から元駐仏大使のジャージー伯、エドワード・ビリアーズと交渉、1711年のジャージー急死後は、国務大臣ヘンリー・シンジョンと和睦を取りまとめ1712年に、イギリス・フランスの単独講和を、成立、1713年に、駐仏大使のシュルーズベリー公チャールズ・タルボットと交渉を詰めていき、ユトレヒト条約を成立させた。1715年に、ルイ14世が死去、ルイ15世が即位すると辞任、引退生活を送った。1715年、パリのフォーブル、サントノーレ通りにある邸宅を一部買い取り、後にオテル・ド・トルシーと名付けられた。また同年にサブレ・シュル・サルトにサブレ城を建設、1712年に外交官の訓練学校を設立、1712年から1715年、1717年から1720年にかけて後進の育成に努めた。ルイ14世の諸子のメーヌ公、ルイの妻、ルイーズ、ベネディクトの文芸サロンに招待され、ルイーズが設立したミツバチ騎士団の一人に選ばれている。1746年、80歳で死去。在任中の活動を記した回想録が出版され、ヴォルテールはルイ14世の正規で正直で誠実な人物と評している。ヴォルテール、P21P35。ヴォルテール、P111P113、P129、友清。P250、P253、P317、P323、P348、P355、P357。ありがとうございます。